あれ、ルルアちゃん、見てたんですか。はい、もちろん。リオネラさんの踊り、私大好きですし。そんな眩しい笑顔で言われると恥ずかしい。お、出た出た、リオネラちゃんの恥ずかしがりやっぷり。でもこの店を始めた時よりだいぶマシになったよな。そうですね。というか、自分で言うのもなんですけど、昔に比べたら天地の差ですよ。え、そんなにですか。ええ、もう子供の頃は人前で踊るのが恥ずかしくて恥ずかしくて、かといって踊らないとお金が手に入らないし、金欠で木のね。おお。でも人は成長するものですから。っていうか、成長して人前で踊れるようにならないとご飯食べられなかったし、だから今の私はもう人前で踊っても大丈夫。そういう経験があってこその。そう、涙が出てきやがった。そっか、リオネラさんがアーランド一の踊り子になったのはやっぱり努力の。だからそんなに褒めないで、恥ずかしくなっちゃうから。うん、さっき踊ったばっかりだけど、今日は特別にもう一踊りしちゃいます。だから私が恥ずかしくなるようなことは禁止。いいですね。はーい。リオネラさんの昔のことを聞けたし、踊りもまた見られるし、今日はお得な一日だな。よっ、リオネラさん。今お願いした、これならなんとか。この依頼を報告する。そこだけ注意してくださいよ。豪華景品、ありがとうございます。そっか、くじか。後で当選番号見に行ってみようっと。
作ろうかな。よいしょっと。よし、出かけよう。さあ出発。今日は何が見つかるかな。木は船作りに。今日の座に。ほいさ。燃料は燃料。
くしゃくしゃだけど。ああ、